皆さんこんにちは、ジャックです。前回に引き続き、中指を自動的に引っ込める方法として、ピックアップの上を引きます、ミリは引いてますということをご紹介しました。で、こういうプレシジョンタイプのベースであれば、ここを使うっていうのもあるんですけど、ジャズベースタイプのピックアップの場合は、結構こうネック寄りとこのブリッジ寄りにあったりします。で、フォームによってはですね、やっぱこの辺りを弾きたいっていう形になると、どこにも触るところがないっていう方もおられるんじゃないかなと思います。で、その場合はですね、フィンガーランプって言われるその指を置く場所っていうのを、この幅広くこうピックアップの間にですね、埋めるみたいな工夫をちょっとしてみてください。プロの方だと郁夫さんがされてたんじゃないかなと思うんです。この、前と後ろに、あるピックアップの間を全部もう面状に埋めるっていうようなフィンガーランプすると、どこで弾いてもそのフィンガーランプの高さによってこの調節ができるので、ご自分の弦高のいい高さと実際に指の当たるところっていうのがこう常にこう均一になる、つまり何かを触りながら弾けるように、ちょっと工夫してみていただけたらと思います。参考になれば嬉しいです。それではまた。